はい、黒川幹事長のね、動画を見てくださっている方は、ご存知かと思いますが、幸福の科学からですね、3月11日のデモをやめろということで、黒川さんのところに、書面で通達が来たということです。で、まあ、概要欄に、ね、リンクを貼っておくので、そちらからね、黒川さんの動画を見ていただければと思うんですが、まあ、ざっくりどういうことを言ってるかっていうと、まあ、その、大川隆法のね、自宅前、太鼓館ね、競争殿太鼓館、港区白金4の6の2で、デモをやることは違法であるということを言ってるわけなんだけど、まあ、騒音がうんちゃらとか、条例がうんちゃらとか、まあ、そういうことを言ってるんだけど、まあ、これが全部嘘だという話ですね。で、まあ、その理由としてはその、デモ活動をやることは、憲法21条で認められている集会結社の、自由ということで、強い権利として最高法規ですからね、憲法っていうのは最高法規で認められている権利なので、それを、止めることは、できないということで、黒川さんが、港区の担当者に聞いて、これは完全に、合法ですという回答をもらったという話でございますね。ということで、大嘘の、書面を弁護士の名前を使って、黒川さんのところに送ってきて、まあ、デモをやめろという圧力をかけてきていると、はい、いうことみたいですね。で、まあ、黒川さんの動画の方でね、なんかその、来た内容証明かな、あの国教団からの書面の、全部貼ってあるんで、まあ、それについてね、まあ、一応詳しく見ていただければと思うんだけど、まあ、なんかね、書いてることが、なんか僕がね、ヒロシ、まあ、隆法に訴えられてるね、裁判のことについてなんか触れてんだけど、で、これも嘘ですね。はい。で、これも何が嘘かっていうと、まあ、この裁判今6件やってるんだけども、ヒロシと隆法でね、6件やってるんだけども、今んとこ判決が出てるのが1個です。はい、1個出てて、それがですね、まあ、その判決が出て向こうが控訴してこなかったんだけども、それはこちら側の勝訴ということで、これがヒロシと、週刊新潮の、連名で訴えられたやつで、で、週刊新潮のその記事についてね、難癖をつけてきて訴えてきたんだけど、これは一審で、まあ、請求棄却ということになりまして、あちらが負けです。で、あちらが敗訴しているのが1件、そして、今、係争中なのが、5件ということで、まあ、言っちゃうと、まあ、勝ちが1件と、あとはまだ、結果が出ないのが5件というので、全部負けてるみたいなこと言ってて、これは嘘ですね。はい、あとはもう一つ、この裁判の中でそれで、真実性が認められないって言ってるけど、それは嘘です。はい、そうではなくて、真実性は認められています。ちなみに、はい、判決文の中で。で、真実性は認められてるんだけども、ただ、損害が出てるよねっていうところを言われて、それで、請求金が出てるっていう話なんで、名誉毀損っていうのは本当のことを言っても、成立する場合があるんですよ。で、本当のことを言ってるけれども、まあ、それは損害が発生してるねってことを、それが今、賠償金が、の支払いが、を請求されている、これが理由です。なんですけども、これは最高裁まで争っています。で、最高裁まで争っている理由としては、これはですね、そもそも、このカルト教団の幸福の科学の内情を、それを世の中の人たちに伝えるっていうことですね、YouTube とか、週刊誌の記事とかね、本とかを使って。っていう、これは公共の利益に、まあ、帰するものなんで、だからこれは公共の利益の追求のためにやってるものなので、だからこれは、まあ、一般的な、ね、損害賠償を民事で争うようなね、そういう次元の話じゃないんだっていうことを今言って、それで最高裁で争っています。で、結果待ちです。で、ちなみにこれで、まあ、真実と認定されてますんで、私の言ってることが、YouTube とか本とか、記事とかで言ってることが全て真実と認定されてまして、それで、書籍とかもね、本とかも出てるけれども、それも、差し止めとかにはなっておりません。記事も、差し止めになっておりません。なので、真実と認められています。認められてるけども、実際これ本当のこと言ったら、それは信者離れちゃうねってことが認定され、っていうふうに言われて、それで、賠償金が出てるっていうだけの話なんで、はい、真実だと認定されています。はい。で、なおかつこれ最高裁で争ってるのが、一件あるけれども、それも、仮に結果が出てこちらが敗訴ということになっても、僕は一切この、発信で幸福の科学の、内情を、ね、暴露していくということは一切やめません。はい、どれだけ訴えられるか永久にやり続けます。幸福の科学が、潰れるまでやり続けます。はい、なので訴訟をやっても無駄です。はい、っていうね、まあ、嘘800の、内容証明をね、黒川さんに送ったと、まあ、いう話なんだけれども、うん、まあ、そもそもさ、舐めてんなって思ったのがさ、これで、このさ、そもそもさ、僕のね、幸福の科学から訴えられてさ、裁判ってさ、このデモの件関係ないじゃんって話で、そもそも全く別案件なわけであってさ、で、それでなんか、ヒロシはこうやって、裁判で、なんか、うんちゃら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 言って、社会的信用がない人物みたいな、ことさ、黒川さんに言ってんだけどさ、それを言ってさ、黒川さんが辞めると思う？このさ、政治活動このデモっていうのはさ、黒川さんの信念なわけよ。魂なわけよ。そのさ、魂をさ、こんなさ、ね、なんかしょうもない嘘でさ、塗り固められたさ、こんなね、脅しみたいな文章でさ、やめると思うの？舐めてんのか？ね、黒川敦彦舐めてんのかっていう話。うん。まあ、本当に舐めてんでしょうね。まあ、だからもうそれを分かりやすいやるためにね、この3月11日はね、もっとね、力を入れてやんなきゃいけないなと、さらに思いました。はい。
まあそんな感じで、まあその黒川さんのチャンネルの方でね、まあカルトは全部潰さなきゃいけないと、ああいうことをおっしゃってね、全くもって、私も同意するところであります。はい、このね、まあいろいろね、言いたいことあります。3月11日っていうね、これ東日本大震災の日ですけども、まあ震災に関することでもね、劉邦はね、いろんなね、まあ曰くのつく行動を取ったりとかね、あとはね、その震災を利用して、まあ地震がまた来るかもしれないとか言って、脅して東北地方の人たちを脅して、それで金を、踏んだくって、それで、仙台にね、仙台昇進館っていう建物を建てて、それで数十億集めたりとかね、いうこともありました。そういったね、恐怖を煽って、それで、統一教会と一緒でしょ、霊感商法をやって、板子芸っていう霊感商法をやって、それで地獄に落ちるぞと。脅して金を取って、それで贅沢三昧やって、それで航空の額のね、太鼓館、まあ僕の実家ですけれども、走行費、何十億かかったあれ、まあ知らんけどさ、で年間維持費、まあ1億円ぐらいって言われてるけどさ、ね、その、騙し取った金で贅沢三昧やってんだろ、劉邦。な、うん、っていうことを皆さんに分かってほしい。この贅沢三昧をした主治に国をね、やってる福間伝太鼓館をね、皆さんのね、目で実際に見ていただきたいと、見ていただきたいというね、貴重な機会でございますから。はい。断行します。これは必ず断行しますんで。はい。ということなので、皆様ね、ぜひ、デモにね、3月11日、いらしていただければと思います。はい。まあ、実際ね、航空の科学太鼓館って調べたら、Google マップで写真出るんだけど、まあ、実際ね、生で見るとね、やっぱり、ああ、これはひどいな、これはえぐいなっていうのをね、思うと思うんで、実際ね、現地を見てほしいと思います。なかなかこういう機会がないとね、怖くて近寄れないと思うんで、はい。まあそんな感じでね、まあいろいろ、まあ言ってきてんだけどさ、まあデモやめろみたいなこと言ってんだけどさ、航空の科学でさ、劉邦さ、お前、自分だってさ、デモ過去いっぱいやってんだろうが、な？1991年にさ、講談社フライデー事件ってね、調べたら出るけどさ、ね、フライデーに、それで、なんか、金遣いが荒いだとか、なんとか議事を書かれたら、それが、それで、デモやっただろうで、講談社の敷地内に入り込んで、それで突撃しただろう、信者動員してな。あの頃のね、今のおじいちゃんおばあちゃんばっかりの航空の科学じゃなくて、若いね、20代、30代、の勢いがあった頃のね、信者さんばっかりいた航空の科学で押し寄せてってね、影山民夫さんとか小川智子さんとかね、当時有名だった芸能人に使ってさ、でやっただろ、講談社にな、おめえら同じことやってんじゃねえかよっていう、やられてんだったらそれはやられても、自分たちが同じことやってんだったらさ、それさ、やられても文句言えなくねっていう話で、講談社の敷地に侵入して、それ裁判で負けてるよな、それで何件も何件も負けてるよな、裁判に講談社にな、劉邦、あ、隠してんじゃねえぞ、あ、だし、あれだよな、ファックスを送りまくって、それで講談社のね、まあ、仕事ができないようにして、信者にファックス攻撃させたよな、劉邦。な、業務妨害やってるよな。もう、反社じゃねえかやってること。な、反社だよ。航空の学ってのは反社なんだよ。な、っていう、そういうこととかをね、やってるにも関わらず、自分たちのところに来られたら、それやめてくれって言って、そんな道理が通用すると思ってんのか、このハゲ。あ、ごめん、ハゲてなかった。ごめん、劉邦、髪はふさふさだわ。全部白髪で黒染めしてるけど、ごめん、ハゲてはなかった。ハゲてなかった。うん。詐欺師だけど、ハゲてはなかった。竹の人と違ってね、ハゲてはなかった。はい。まあ、あとね、ゆうたがさ、三男のゆうたがさ、いじめられたじゃん、白金症でさ、で、小学校5年生か6年生の時からにさ、まあ、いじめられたじゃん。ねえ、その時にさ、デモやっただろうな、白金賞の、当時のね、三男の雄太の担任辞めさせようだとか、港区の教育委員会に怒鳴り込んでやっただろう、大々的にデモ。何回もやってんじゃねえかよ、デモ。ふざけんなよ。自分たちがやってよくて、それで、ね、自分たちがやられるのはダメって、そんな道理は通用しねえんだよ。そんなダブルスタンダードはこの世では通用しないの。甘んじて受けろ、デモ。な、それでさらされろ。その贅沢三昧やってる福間伝太鼓館をな、もう全国ネットでさらしてやるから。な、それでもう、それでどれだけ国民の税金がね、本当は課税されるべき税金を徴収できてないわけよ、航空の科学から。その実態とかを知ってほしくてやってんだよ、こっちは。ああ、っていうことをね、まあ、これは正当なね、合法な活動としてやらせていただきますんでね。はい。まあ、それを止めることはね、暴力でも振るわない限りね、できないでしょうね。あ、殺しに来るか？あ？俺と黒川さんのこと殺しに来るか？やれるもんだったらやってみろよ。な、腰抜け。たまらしじじい、劉邦。ああ、やれるもんだったらやってみろよ。てか、来いよ。いいから来いよ、とにかく。お前らの喋るは儲けてやるからさ、現場来て喋れ。言いたいことあったらもう書面とか送ってくるんじゃなくて、その場で喋れ。で、論破してみろよ。論破してみろよ、俺と黒川さんを。やってみろよ。やれるもんならやってみろよ。ヘタレが。うん。ちゃんと来たら、しっかり用意しちゃうから、来いよ。かかって来いよ、雑魚が。ああ。まあ、そんな感じ。あとね、まあ、これだけじゃないよな。デモかけられるのさ、初めじゃないよな。過去にもやられてるよな。まあ、でも、まあ、藤倉さんとかがやってたのとかも、まあ、小規模だけど、あるし、で、太鼓館の前とか来たりとかしたような初めてじゃねえよな。ああ、だし、あとは、大津のね、航空の科学学園の関西校、あれ、作った時大規模な反対活動、起きただろう。で、3万票を超える反対の署名集まっただろう。航空の科学関西校、やった時。初めてじゃねえだろ、こんなやられんの。いつもやられてんだろ。徳島の劉邦の生まれた家、川島町のね、阿波川島駅の、徒歩2分ぐらいのところにある、まあ、聖地、まあ、生誕館だっけなんか忘れたけどさ、
そこの施設にさ、もう黄色い看板でさ、もうなんか航空の科学を断りってめっちゃ看板立ってんだよ、それ。俺動画撮ってきたからさ、それ下にリンク貼っておくけど、そのね、生まれた土地であれだけ嫌われてるって相当やばいぞ。な、どんだけ嫌られてんだよ、地元民からっていう。尊敬されてないってことだよね。うん。だからカルトの詐欺師の生まれ故郷っていうことで、その阿波川島市の住民の人たちが困ってんだよ。自分たちの地元を汚されてさ、詐欺師の生まれたちだって言われてさ、徳島の恥、四国の恥、日本の恥、本当もう恥の塊だよ、龍鳳お前は。ああ、恥を知れ本当に。はい。まあそんな感じで、とりあえずね、現地にとにかく来いよ。龍鳳、及川、翌に全員来いよ。で、喋る時間もう来てるから喋れ。言いたいことを好きなだけ喋っていいからさ、そこで論破してみろよ。な？本当に正しい宗教だって思ってんだろ、自分たちのこと。正しい宗教なんだったら論破してみろよ。悪魔なんだろ？俺と黒川さん悪魔なんだろ？だったら釈伏してみろよ。言論の力で。俺たちが何もこれは言えねえなって思うぐらいの言論で、しっかりと勝ってみろよ。な？来いよ。かかって来いよ。じじい。かかって来いよ。腰抜けが。待ってるから。3月11日。まあお前その日きっとね、太閤館から逃げて宇都宮仏法館か軽井沢かどっか行くのか知らんけどさ、出て来いよ。かかって来いよ。地球神、宇宙神なんだろう。地震なんだったらかかって来いや。何ビビってんだこんな。あ、法学卒だぞ、法学卒。東大法学部出て、一流東大法学部出て、で、ニューヨークのエリートサラリーマンやって、それで、なんだ、全盛期は東京ドームで5万人の、イベントをバカバカやってたね。もう過去の栄光、ちょっとは示してみろよ。何ビビってんだこんな、法学卒もさ。ね、うん、頭良くねえよ、お前より。偏差値低いよ。こんな偏差値低いさ、バカにさ、何ビビってんの。論破してみろ、頭いいんだったら。かかってこいや。ザーコ、ザーコ。はい。まあそんな感じで、公開質問状ね、黒川さんも言ったけど、今ちょっと内容詰めてます。で、航空の学にこれは正式な文書として、送ります。はい。で、あとはね、まあいろいろやってるけれども、なんかね、これ、ただ騒いでるだけなんじゃないかって思ってる人も結構いると思う。そう、ただお祭り騒ぎやってんじゃ、やってるだけじゃねって、いうふうに思う人もいると思うから、改めて動画出します。で、いろいろね、過去の動画僕も何百本で、何千本って動画出してるからさ、で、一回取りまとめた方がいいと思うわけよ。で、航空の学がなぜ害悪なのか、世の中の人たちになぜ迷惑をかけてるのか、あとは過去の殺人事件とかね、実際人が死ぬ事件とかも起きてるわけだし、で、航空の科学みたいなそんなカルト団体を国がお墨付きを与えて、統一教会という人ですよ、統一教会みたいな団体に税金をかけないで、ぬくぬくと湯水のように金を使わせてるんですよ。で、その結果取りっぱぐれた税金棒があるわけですよ。で、取りっぱぐれてるせいで我々がね、市民が、一般市民が、国民がね、贅沢をね、劉邦だけがやって、劉邦とかね、池田大作とかは分かんないけど、他のね、統一教会の幹部とか、そういう奴らが贅沢をしてるのに我々が苦しい生活を強いられてるわけですよ。これはおかしいよねってことを言いたいからやってるわけですよ。っていうね、なぜ航空の科学が世の中にとって害悪なのか、なぜ航空の科学を潰す、解散請求を出す、宗教法人格を剥奪する、航空の科学の宗教法人格を剥奪する、これが私の、政治家としての公約です。なぜこれをやらなければいけないということを、もう一回ね、まとめて過去を振り返って、航空の科学がこれだけ世の中に迷惑をかけてきた害悪団体であるかってことをね、しっかりとね、まとめて、編集した動画で出したいと思いますので、そちらをね、見て、なぜデモをやるのかということをね、再認識していただければと思います。ということで、まあ、バトル、開始ということですね。3月11日まで、盛り上げていきたいと思います。はい。3月11日ね、ぜひ皆様来てください。皆様の応援が力になりますので、はい。カルトぶっ壊しましょう。航空の学ぶっ潰しましょう。龍鳳の贅沢やめさせましょう。はい。ということで、ぜひ応援よろしくお願いします。